ぶどう。ぶどう、ブドウ。英名、グレープ、学名バイタス SPP は、ぶどうか、バイデイジーのツル性落葉低木である。また、その果実のこと。葉は両側に切れ込みのある15から20センチメートルほどの大きさで、水上の花をつける。野生種は、私有一種であるが、幸いぶどうは一つの花に、おしべとめしべがあり、自家受粉する。 このため自家欠実性があり、他の木がなくとも一本で実をつける。果実は緑、または小紫で、内部は単緑であり、棒状になる。食用部分は、主に熟した果実である。食用となる部分は、脂肪が肥大化した部分であり、いわゆる真果てである。外下比が下比となり、中下比と内下比は果肉となる。果実のタイプとしては消化に属する。 大きさは2から8センチメートル程度のものが一般的である。ぶどうの果実は枝に近い部分から熟していくため、棒の上の部分ほど甘みが強くなり、棒の下端部分は熟すのが最も遅いため、甘みも弱くなる。皮の紫色は主にアントシアニンによるものである。甘味成分としては、ぶどう糖と加ロがほぼ糖量を含まれている。また、酸味成分として、 席石んとリンゴんが、これも、ほぼ同量を含まれる。ブドウ属の植物は、数十種あり、北米、東アジアに多く、インド、中東、南アフリカにも、自生種がある。日本の山屋に分布する、山ブドウ、エビズル、三角ズル、行者の水もブドウ属の植物である。現在、ワイン用、干しブドウ用、または生用に栽培されているブドウは、 ペルシアやカフカスが原産のビニフェラシュ、V イ・ワイン・ニファーと、北アメリカ原産のラブルスカダネ、ね、ブイ・ラブラスカである。米に、ウルチ米、食用や酒米、酒造用があるように、ブドウには生食用ブドウと加工用ブドウがあり、加工用品種は、醸造、干しブドウ、ジュースなどに利用される。生食用は、酒造用は、ワイングレープ、ワイングレイプスと呼ばれている。 ブドウは温帯の農作物で平均気温が10度から20度程度の地域が栽培適地である。北半球では北緯30度から50度、南半球では南緯20度から40度の間に主要産地が存在する。最適の降水量は品種によって差があり、ヨーロッパブドウは一般に乾燥を好み、アメリカブドウは湿潤にも強いが、種全体としてみれば、 年間降水量が500ミリメートルから1600ミ、mm、リメートルあたりまでに、主要産地存在する。ぶどうは、水はけがよく日当たりが良い土地を好む。他の果樹と同様、ブドウも、種子から育てると質の良い果実ができにくく、また枝を土に刺すと容易に根を生やすため、古来から刺し木によって増やされてきた。しかし、19世紀後半に根に寄生する、ブドウネアブ根ムシ。 フィロキセラによって大打撃を受けたため、以後は害虫予防のために代儀を使用することが発的となった。木の仕立て方には、垣根のように垂直の木を直列に木を並べる方法と、棚を仕立てて、ぶどうの鶴を這わせる方法の二つが主要な方法となっている。ヨーロッパなどのぶどう園では垣根式が多いが、日本では棚式が主流となっている。 収穫期は品種によって差があるが、日本においては最も早いデラウェアが7月下旬から収穫が始められ、最も遅い品種は11月上旬まで収穫される。また、ハウス栽培の場合はこれよりも早くなる。ブドウの栽培化の歴史は古く、紀元前3000年頃には、原産地であるコーカサス地方やカスピ海沿岸ですでにヨーロッパブドウの栽培が開始されていた。 ワインの醸造は早くに始まり、メソポタミア文明や古代エジプトにおいてもワインは沈重されていた。メソポタミアでは気候や土壌的にブドウの栽培が困難なため、消費されていたワインの多くは輸入されたものであった。古代ギリシアではワインのためのブドウ栽培が代々的に行われ、ギリシア人が植民した地域でもブドウ園が各地に開設されるようにな。 ギリシアを支配したローマ帝国の時代には、ワインは帝国中に広まり、そのためのブドウ栽培も帝国各地で行われるようになった。ローマ人は特にガリアやラインラントにブドウを導入し、現在でもこの地域は、ブドウの主要生産地域となっている。ローマ帝国崩壊後の政治の混乱によって、ブドウ栽培は衰退していったが、各地の修道院などによって、 少量ながら生産が維持され続け、やがて正常が安定するとともに、再び栽培が盛んとなっていった。11世紀から13世紀にかけては、気候が温暖となり、イングランドのような北方の国家においても、葡萄の栽培が盛んとなり、ゲンベルギーのルーバンなどでも輸出用のワインを作る、ための葡萄栽培なども行われていた。しかし14世紀頃から気候が、寒冷化した上に輸送費が下落して、 ブドウの栽培地域は次第に南方へと限られるようになっていった。一方、原産地から東へと伝播したものは紀元前2世紀には中国に到達した。大航海時代が始まり各地にヨーロッパ人が植民するようになると移民たちは故郷の味を求めワインを製造するために入植先にブドウを植えていった。南アフリカ共和国のケープ州やチリなど この時期に持ち込まれたブドウ栽培が成功してワインの名産地となった地域も多い。北アメリカ大陸にもヨーロッパブドウが持ち込まれたが、ここでの栽培は当初あまり成功しなかった。これはブドウのもう一つの主要系統であるアメリカブドウに属する野生種が北アメリカ大陸東部には多数あり、ブドウネアブラムシ、口術などのアメリカブドウの病害が 免疫のないヨーロッパブドに大被害を与えたためである。インディアンはアメリカブドを盛んに利用しており、やがてヨーロッパ系の植民者たちも野生種の中から有望な種を選抜して栽培主化していった。しかしアメリカブドには独特の香りがあり、ワインにするには不向きであったため、アメリカブドは主にジュース用として発展していった。アメリカでワインを生産するため、 ヨーロッパブドウをアメリカで育てるために様々な試みが行われた。病害に強いアメリカブドウとヨーロッパブドウを掛け合わせた雑種を作るやり方も盛んに行われたが、ワイン用としては一部を除いてヨーロッパブドウを超えることができず、次第に廃れた。一方で生殖用品種では、巨峰やピオーネなど有望品種がいくつも生まれている。それに変わる方法として、 病害に耐性を持つアメリカブドウを代議として、ヨーロッパブドウを継ぎ木する方法が19世紀後半に開発され、これが主流となった。北アメリカ原産のブドウは、ブドウネアブラムシに対する耐性を持つが、1870年頃に、北アメリカの野生ブドウの苗木がヨーロッパにもたらされ、この例に寄生していたブドウネアブラムシによって、耐性のないヨーロッパの固有種のほとんどが19世紀。 後半に壊滅的な打撃を受けた。以後、ブドウネアブラムシ等による害を防止するの理由で、ヨーロッパブドウについては、アメリカ史及び、それを起源とする雑種の代義への継ぎ木が行われている。日本で古くから栽培されている甲州市は、中国から輸入された東、アジア系ヨーロッパブドウが、自生化したものが、鎌倉時代初期に開国かつ沼、現在の山梨県甲州市で、 栽培が始められ、明治時代以前はもっぱら同地近辺のみの特産品として扱われてきた山ぶどうは古くから日本に自生していたが別種である。文治2年1186年に開国八四六条岩崎村の天宮陰湯によって発され、栽培が始まったとされる。甲州の栽培は徐々に拡大し、昭和5年1 3 1年には岩崎25、長部、 勝沼に五町部の農園ができていた。江戸時代に入ると、甲府盆地、特に勝沼町が中心となり、甲州名産の一つに数えられるようになった。松尾芭蕉が、勝沼山後も、ぶどうを食いながら都の句を詠んだのもこの頃のことである。聖徳六年、1715年の栽培面積は、約20ヘクタールに上った。その後、関西や山形でも栽培が行われるようになり、 江戸時代末期には全国で約300ヘクタールにまで栽培面積は拡大していた。日本にあった在来の品種は甲州だけではなく、甲府盆地で栽培された甲州三尺や京都周辺で栽培されていた樹落といった品種も存在していたが、樹落はすでに消滅し、甲州三尺の栽培も少なくなってきている。その後、明治時代に入ると欧米から新品種が、 次々と導入されるようになった。当初はワイン製造を目的としてヨーロッパブドウの導入が主に行われたが、乾燥を好むものの多いヨーロッパブドウのほとんどは日本での栽培に失敗した。例えば、1880年、明治13年に兵庫県加古郡稲見新村、原稲見町にて国営番州ブドウ園が開園したが、わずか6年後に閉園に追い込まれた。 一方アメリカブドウの多くは日本の気候に相定着したもののワイン用としては匂いがきつく好まれなかったため生食用果実の栽培に主眼が置かれるようになっていった特に普及したのはデラウェアとキャンベルアーリーであり戦前はこの2品種が主要品種となっていた昭和10年には8000ヘクタール近くまで栽培面積が拡大したものの 第二次世界大戦によって一時急減した。昭和21年には生産量が戦前の半分にまで減少したが、昭和30年には戦前の水準に回復した。果実はそのまま生殖されるほか、乾燥させてレーズンに、またワインやブランデーなどのアルコール飲料、ジュース、ジャム、ゼリー、缶詰の原料となる。世界的には、 ワイン原料としての利用の方が主である。ワインを原料とした巣、ワインビネガーも製造される。ワインを製造する地域では、残った種子を作油の原料として、グレープシードオイルが製造される。また、種子には、プロアントシアニジンという成分が含まれ、健康食品用などに抽出も行われている。また、ワイン醸造後にできる発酵後のブドウの残りカス、ポマースからは、 ポマースブランデーが上流される。紫色をした皮には、アントシアニンなどのポリフェノールが豊富に含まれており、赤ワインやグレープジュースにも多い。絞った後の皮などのカスは、肥料として処理することが多い。葉も過食であり、西アジアを中心とする地域の料理ドルマの材料に用いられる。特殊な利用法として、ブドウの実に大量に含まれる。 主石酸から主石酸カリウムナトリウム、ロッシェル塩を製造することができる。ロッシェル塩は共有電体であり、圧電素子としてかつてはよく利用された。日本では第二次世界大戦末期には通信機器用の軍事物資として注目され、武道園から原料が大量に集められた。しかし湿気に弱いという欠点があったため、現在ではより優れた特性を持つ他の物質によって、 代替され、この目的で使用されることはなくなった。2004年のブドウの総生産量は6,657万トンで、あり、バナナ1億394万トン、柑橘類1億273万トンに次いで生産量が多い果物である。1980年代前半までは世界で最も生産量の多い果物であったが、 生産量は20世紀中盤からほぼ横ばいで、20世紀に入り生産量の急増したバナナや柑橘類に抜かれ、さらに同じく生産量の急増しつつある4位のリンゴ、6192万トン、2004年に追いつかれつつある。国際連合食糧農業機関によると、世界のドウ園の総面積は7 5 8 6 6トルに上る。 世界のブドウ生産量のうち71%がワイン生産用、27%が生食用に使用され、残りの2%はレーズン生産用である。世界最大のブドウ生産国は中国であり、ついでイタリア、アメリカ、スペイン、フランスと続く。2010年の日本のブドウ生産量は184,800トンであり、果物では、 文州みかん、りんご、梨、日本梨、牡蠣に次いで5位の生産量である。昭和時代の末期には30万トンを記録していたが、以後は年々微減する傾向にある。栽培面積も同様に昭和54年、55年の3300ヘクタールを頂点として減少傾向にある。県別では山梨県が最大の産地で、 2010年には45,100万5 100トンの生産があり、国内生産量の24%を占めた。以下、2位の長野県が23,900万トン、13%、3位の山形県が19,700万9トン、11%、4位の岡山県が15,100万5 100トン、8%、5位の福岡県が9,150トン、5%となっている。日本は、 南西諸島を除くほぼ全域がブドウの敵地であるため、北海道から九州までの広い範囲においてブドウが生産されている。世界ではワイン生産用が7割を占め非常に多いのに比べ、日本では生殖用が9割近くを占め、ワインやブドウジュース、菓子などの加工用は1割弱に過ぎない。また、輸出は全くないが、年間1万トン余りが輸入されている。 品種的には、日本で最も栽培されている品種は巨峰であり、2010年度には5465ヘクタールで栽培されていた。ツイゲデ,デラェアが2967ヘクタール、ピオーネが2430ヘクタール、キャンベルアーリーが655ヘクタール、ナイアガラが513ヘクタール、マスカットベリエー A が406ヘクタール、スチューベンが377ヘクタール、 甲州が316ヘクタールと続く。昭和45年頃には、デラウェアが栽培総面積の36%を占め、ついでキャンベル・アーリーが26%、ーセ10%であったが、昭和40年代後半より、巨峰の栽培技術が確立すると急速に栽培面積を拡大し、し、1994年には巨峰の栽培面積がデラウェアを抜いた。 平成に入ってからは、ピオーネも、急速に栽培を拡大させている。デラウェアは、昭和35年の無核化技術の開発によって、栽培が拡大したものの、粒が小さいため近年では、栽培が減少傾向にある。キャンベル・アーリーや甲州は、戦前からの主要品種であったが、新品種の開発によって、栽培面積は、前減傾向にある。ブドウ属バイタスには、 主に次のような種がある。その他、エビズル、三角ズル、行者の水、熊川ブドウ、アマズル、琉球ガネーブ、横倉ブドウ、ケナシエビズルなど、日本では15種類の野生ブドウの自生が確認されている。また、アジア大陸には中国を中心に、約4 0種の野生ブドウが確認され、日本の野生ブドウと同種、または禁煙種も確認されている。すべて、 北米原産でヨーロッパブドウと違ってどれもフィロキセラ体制を持つ。ブドウ属に含められる場合もあるが、形態や染色体の数等の違いから、一般に別の属、マスカディニアとされる。2、3種が属す。ブドウ品種の一覧も参照。また、ワイン用品種については、ワイン用ブドウ品種の一覧項がある。など、植物ホルモンを利用した方法で、 ホルモンの作用により、無種子化した実を肥大、短溜め結果させる方法である。1970年頃から、ジベレリン水溶液が使用されているが、近年では、サイト解ン水溶液を添加することにより、処理時期が拡大している。デラウェアなどの小粒種が種であったが、最近では、技術の向上により、巨峰などの大粒種にも種なしが現れている。ジベレリン処理を行うと、 果実が硬化するため、種ありに比べ脱流しやすい品種が多い。また、収穫時期は種ありに比べて早まる。なお、ジベレリン水溶液はもともと無色透明であるが、ジベレリン処理をした果実を色で判別するために、水溶液に色などを混ぜ着色している。ジベレリン溶液は、花房の方軸を伸ばし密着による下流の潰れの防止や、果実の成熟期を早めるために用いられていたが、 単ため結果の効果が偶然見つかり、実用化されるに至った。品種によって効果に差異が生じ、シャインマスカットの場合、ジベレリン処理単体での、無核化率は60から75%程度になるが、開花14日前に、ストレプトマイシン処理すると無核化率は100%に近くなる。食用ブドウにおける産地分布、自治体及び、旧自治体は、 作況調査市町村別データ長期類年一覧に、よる、など、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。